2月の16日からです。できたばかりです。私今も現時点で不動産会社を経営していて、今大体こっち始めてからは7対3ぐらいの割合で、7が飲食、私がワンオペで仕込みも発注も調理も販売も回しているので、こっちに付きっきりっていう感じです。不動産の方は現場がもうスタッフの人たちが回してくれているので、基本は予約制にしているんですけども、オープンしたてで予約が大体5割6割ぐらいしか埋まらないので、通りすがりの方が入りたいよって言ったら、空いてたらどうぞっていう感じにしてます。早い時だとオープンして1時間で終わっちゃいます。例えばテイクアウト予約が6入ってお店が4入ったらもうその時点で終わりなんで、あとは通常よりも少し在庫は多く作っているので、その分がなくなったらもう完全に終わりっていう。僕はもともと料理人じゃないんですけど、自炊が大好きで15年ぐらい今も現在していて、その中で角煮料理が一番好きなんですよね。過去通算しても大体300回以上は作ってるので、料理人の方に勝負しようとしても技術で勝てないんですけども、時間がかかるものであれば十分に勝負の土台には乗るのかなと思って、でかつ料理人の方がそこまで時間かけてまでやりたくないよねっていうものにフォーカスして、消去法で考えたら角煮丼が残ったっていう。
カレーもあります。カレーは上の焼肉屋さんとのコラボアイテムです。一応あのインスタとかではアップしてるんですけど、店頭とかでは出してます。カレーも結構こだわっていて、上の焼肉屋さんが松阪牛専門店なんですよ。そこの牛すじを使った牛すじカレーなんですよ。でスパイスもかなりこだわっている。ここ行っていいですか。はい、受け止まります。はい、失礼いたします。はい、確認の停止です。ゆっくりお召し上がりください。